私にとって君は幸運をもたらしてくれる唯一無二の存在だ。こんなことでくじけませんから。まだ手段はあります。推しに会うためならどんな努力だってします。実は最近雲海寺で夏祭りがあるって聞いたんです。仏様に誠心誠意お願いをすれば次こそチケットを取れると思うんですよ。他にいい方法がなかったから仕方なくですからね。あ、そういえば確か雲海寺には学問の仏様が祀られていて毎年参拝に行く人がたくさんいるそうですよ。先輩も中級試験が控えてますし、お参りに行ってみたらどうですか？ですよね。たまには息抜きしないと逆に効率下がりますよ。で、あれ、佐京先生、おはようございます。事務所をクビにされたりしませんよね。だって私お寺に祈願しに行くって言ってたじゃないですか。あれ絶対聞かれてますよ。
佐京さんならきっと迷信に頼るのは弁護士として失格だって言いますよ。きっと私もう終わりなんです。あら、あなたがそんなに慌てるなんて珍しいじゃない。何か面白いことでもあったの？私が当ててあげる。さっきは例の給湯室通いに行ってたんでしょ。お目当ての彼女には会えたの？どうぞ。前回あなたが指摘した内容を直した新しい弁護案件審査基準、問題ないか後で目を通しておいて。本当にこれでいいの？この修正を正式に公表したらまた新人が一気にハードルが上がったって泣くと思うけど。問題ない。弁護士ならできて当然のことを足しただけだ。言うと思ったわ。うちの新人は期待外があるもの。別にそれでもいいわよ。あともう一つ話があるの。佐京くん、あなた去年有給を取らなかったでしょう。去年は作業が立て込んで休みを取る時間がなかったんだ。なら今年は？今年の有給はいつ取るつもりなの？近々取る予定だ。それを聞いて安心したわ。誰かさんのせいで彼のパートナーも仕事漬けになってたんだから、よかったわね。いい加減にしてくれ。ごめんなさい、反応が面白くてつい。休暇のことはあなたが直接あの子に教えてあげなさい。私は黙ってるから。それでデートの行き先はもう決まってるの？休みにあの子を誘うんでしょ？雲海寺に行くつもりだ。雲海寺に行くって正気なの？デートにふさわしい場所なら他にもあるじゃない。それにあそこって確か合格祈願とかで有名な場所でしょ。甥っ子が受験前に行ってたけど。なんでまたそんなところに？あなたはもうそこに行く必要はないじゃない。別に私は参拝するとは言っていない。あ、もしかしてかすみちゃんが最近行ってた夏祭り目当てなの？
その夏祭りって一体何のことなんだ。合格祈願とは何か違うのか。もちろん違うわよ。それにあそこは合格祈願以外に仕事運、金運、恋愛成就、あと健康祈願もできるの。健康祈願か。そのまま入っていいわよ。おい、何を勝手に。いいえ、違うの。それよりちょうどいいところに来てくれたわ。今佐京くんと有給の話をしていたのよ。そう、佐京くんがずっと休みを取らなかったせいで、あなたもここ数ヶ月ちゃんと休めてないでしょ。だから二人とも過労で倒れるのを防ぐために、私が有給を使いなさいって彼に言ったのよ。何人事みたいに言ってるの。あなたも休みなさい。それに彼、誰かが見張ってないと家で残業しそうでしょ。だからあなたは見張り役として佐京くんと一緒に休みなさい。休みの間、彼が余計なことしないようにちゃんとついていてあげて。な、サイゼ、何を言って。佐京くんは黙ってなさい。これは私たちのお話だから。あなたなら大丈夫よ。もう少し自分に自信を持ちなさい。ほら、雲海寺で最近祈願行事があるのは知ってるでしょ。あら、そうなの。でも物は試しって言うじゃない。一度試してみてもいいんじゃないの。それにちょうど佐京くんもあそこに行くのよ。一人で行くより二人で行った方が楽しいでしょ。少し用事があるんだ。もし君さえよければ
一緒に来てくれないか。ほら、佐京くんもこう言ってることだし、じゃあ決まりね。ちょうど明日から週末でしょ。来週の月曜日から有給をカウントしておくから、好きなだけ休んできなさい。さっきはなんであんなことを言ったんだ。誰かさんに助け舟をあげただけよ。別に怒ることじゃないでしょ。こっちはお礼の一つも欲しいところなのに。それともあなたはあの場で彼女をうまく誘えたとでも言いたいの？まったく、お祭りなんて苦手なくせに。雲海寺に行くって言った時は本当にびっくりしたんだから。彼女の合格祈願のためにお参りに誘うつもりだったのね。でもせっかく二人でお祭りに行くんだから、ついでに恋みくじの一つでも引いたらどうなの？財前、私は別に。ストップ。あなたの予定は彼女に言いなさい。私はもう失礼するわ。デート楽しんできてね。あ、そうそう、恋みくじを引くのちゃんと忘れないでね。健康祈願か。先生、忘れ物の確認が済んだら出発しよう。そろそろ出発してもいいか。Thank you.
近日、雲海寺は夏祭りの観光客が殺到しています。お寺の伝統的な建築も魅力的ですが、境内にある祈願寺は今や必見スポットの一つ。多くの人が良縁祈願のために集まってきています。雲海寺の恋みくじは、ステラ市の新たな夏の風物詩になるかもしれません。そうだ、実は雲海寺の恋みくじは合格祈願の次に人気があるらしい。もちろん他のことも祈願できる。ビッグデータセンターに雲海寺の紹介があるから確認してみるといいかもしれない。何か聞きたいことでもあるのか？少しここで待っていてくれ。私がパンフレットを取ってくる。いいんだ、私が取りに行きたかったから。それにすぐそこにある。Thank you.
待たせたな。確かに人は多いが、パンフレット置き場にはそんなに人はいなかったよ。私が戻ってきた時、君は何を考えていたんだ？君は感情が顔に出やすい。私が気づかないうちに困らせてしまったのだろう。もしかして人混みが苦手だったか？私も一緒に祈願する。だから問題ない。見たところ途中までの作法は同じだから一緒に祈願をしよう。さあ行こうか。祈願の内容によってそれぞれ机が違いますので、見間違いのないようお気をつけください。すまない、私は少し用事があるから席を外す。ここから先は君一人でも大丈夫だろう。何か問題があるなら。ここは特に人が混んでるから気をつけて。ああ、そうしよう。あちらばかり見てるとおみくじのご利益が薄れますよ。おめでとうございます。これは末吉のおみくじです。学問のくじ引きに来たということは、やはり何か試験をお控えですか？そうでしたか。ですが諦めるのはまだ早いでしょう。
このくじに書かれている根茎は普段水の中に潜み力を蓄え、時期が来ると巨大な鳥に姿を変えます。そして大鳥は風に乗り雲を切り、遥か高く遠くへと飛ぶことができます。今は焦らず力を蓄える時期なんですよ。努力を怠らない限り、時が来ればおのずと望む結果が訪れるでしょう。お引きになられたくじは本堂に備えますか？いや、私の用事が早く終わっただけだ。どうした？なぜ君が謝るんだ？君は気づいているんだろう？すまない。余計な心配をかけたくなかったから、今まで黙っていたんだ。私が今日ここに来た理由は。おや、先ほどのお二人ではありませんか。お供えは無事できましたか？
すみません。少し戸惑わせてしまったようで、失礼しました。私はこの寺に長く住まわせていただき、多くの参拝客を見てきました。その中でも、あなたたちはだいぶ変わってるように見える。あまりに珍しいお客人だったから、少し気になりまして。不愉快な思いをさせてしまったこと、お詫び申し上げます。そうですか。ありがとうございます。あなたは先ほど弁護士をしているとおっしゃっていましたね。こちらが同僚の方ですか。そうです。そうでしょう。お二人は親しい上司と部下の関係、いや少し違いますか。対等なパートナーの関係といった方が的確ですね。とてもいいと思いますよ。ありますとも。この山で数十年も人を見てくれば、いろいろと分かってしまうんです。そういえば、先ほど祈願が済んだとおっしゃっていましたが、もうお帰りに？夏祭りや他の祈願はされないんですか？私たちはまだ。失礼ですが、お二方ともまだご結婚はされていないんでしょう？でしたら、ここは一つ私の話を信じて、お二人とも恋みくじを引いてきてはいかがでしょう。せっかくのご縁ですから、引いてきたおみくじは私が見て差し上げましょう。確かにそうかもしれません。ですが、あなたの隣にいる方もそうとは限らないでしょう。私は弾いてみたいと思っている。やはりそうでしたか。あなたが興味を持ってくれてよかった。これはあくまで私のアドバイスにすぎませんからね。いえ、こちらこそありがとうございます。
なたはどうされますか？本当に引きたくないなら別に構いませんが、先ほどおみくじを引くときに彼をずっと見ていたんでしょう。どれどれ。おや、そう来るのか。これは興味深い。こちらの恋みくじは先代の住職様が独自で作ったものなんですよ。先にご自分で読んでみてください。それは私が今年見た恋みくじの中で一番いい大吉ですよ。このくじの意味は恋焦がれにあります。それが全てを物語っていますよ。そう深く考えないでください。このくじの意味は周りの人の気持ちに気づくことが大事だと言っているのです。もう少し周囲に気を配ってみれば、案外すぐそばに良き人がいると気づくでしょう。私が引いたのは終局来たれば憎めどとどみに行く。すみません、私もまさかこれを引き当てるとは思っていませんでしたよ。これは今年私が見た初の大凶のくじです。くじの内容は説明しますか？あ、いや、結構だ。
このおみくじの内容はもう分かっている。それに私の問題は自分で解決できる。本日はありがとうございました。もう行こうか。心が決まりましたか。では説明を始めましょう。このくじは憎めどの一言につきます。これは思いをこじらせていることを指しています。立場上多くを背負い、気軽に思いを告げられない。思いは伝えなければ伝わりません。行き違いが重なればいずれ憎しみとなりかねません。そうなってしまったら時すでに遅し。くれぐれも気をつけてください。こちらの裏庭にある祈願樹をご存じですか。はい、とても立派な木でたくさんのおみくじが結ばれています。ですがそこに結ばれているのはすべて今日のくじなんです。そうですよ、吉のおみくじを引いたときは持ち帰った本殿に備えます。でも今日を引いた場合作法が少し違うんです。こちらでは今日のおみくじを引いた場合、祈願樹に結びつけ悪運を寺の中に残し浄化させるんですよ。君はいつも言いたいことが顔に出ているな。心配しなくてもいい。これは私のことなんだ。君がそこまで悩まなくてもいい。たとえこれが運命だとしても変えてみせるさ。私はおみくじに左右されたりしない。
わかった。君が望むならそうしよう。和尚さん、祈願所はあちらの方にあるんですか？そうですよ。本殿に戻ってから横にある小道を通って裏庭に着けばすぐ見えるでしょう。ありがとうございます。行こう。君は運まで他人に分けてしまうのか？その優しさにつけ込んで君を傷つける人がいないかが心配になる。ありがとう。そういうことにしておこう。ではこのまま一緒に結ぼう。このまま一緒に結びつけよう。そうだな。これなら強く結びつけた分、どんな雨風に打たれても離れることはないだろう。その様子だと、もうおみくじは結び終えたのですか？そうですか、それはよかった。その様子だと、あなたもおみくじを彼と一緒に結びつけたんですね。難しい顔をなさらずに。これも何かの縁です。もう一つ、悪運を幸運に変える方法を教えて差し上げましょう。良縁祈願で大凶を引いた者は、ついなる者とともに雲海山の縁結びの回廊を渡れば、悪運を幸運に変えられる。これは先代がこの恋みくじを作った時から言い伝えられています。ですが、その回廊が山のどこにあるかは分かりません。
これはおそらく運を変えたい人に対する試練のようなものだろう。それにヒントだってちゃんとある。縁結びの回廊は雲海山のどこかにある。それが分かれば十分だ。和尚さん、本日は大変ありがとうございました。いえいえ、少しでもお助けになれたなら幸いですよ。行こう。ここでの用事はもう済んだ。次の場所に行こう。不思議なお客人だ。久しぶりにあんな面白いついのおみくじを見たよ。あのおみくじはついとして一番いいくじではあるけれど、一人は大吉で一人は大凶。あれを引く者はめったに見ない。悪運を背負う者はやがてついなるものに救われる。実にお似合いだった。今まで縁起のいいついのくじを引いても見込みがない者たちはたくさん見たが、あの二人ならきっと幸せになれるだろう。どうした？少し早すぎたか？これなら大丈夫か？そう来たか。君は今朝からずっとそれを聞きたかったんだろう。これはずいぶん昔に買ったんだ。好きというほどではないが、たまにこうしてドライブをしている。どうした？もしかしてらしくないと思っているのか？
私らしい。それで、君ならどうやってストレスを発散するんだ？大丈夫。君がストレスを感じることはない。私が絶対に君を守る。ストレスなんて感じさせない。たとえストレスを感じても、一人でそれを背負わせたりはしない。まさかここが縁結びの回廊だったとはな。やっぱりあなたが言っていた通りだ。その縁結びの回廊のことだが私と、あ、やはり何でもない。困らせてしまってすまない。すまない。失礼なことをした。
れすぎたマネっか。君はそんな風に思っていたのか。いろいろと聞きたいことができた。でもまずはありがとう。さっき私は健康祈願をしていただろう。ここは先生に連れてきてもらったことがあるんだ。健康祈願は私が小さい頃に先生が同じ場所で私のために頼んだことがある。さっき先生の無事を祈るためにここに来たのかと聞いただろう。その通りだ。私は今日先生の無事を祈るためにこの山に来た。私がまだ幼い頃、仕事で忙しい両親の代わりに先生が私をいろんな場所に連れ回した。あの時はその場所がどんな意味を持つのかよく分からなかったし、説明も聞き流していた。でもかつて先生と出かけた時、偶然ここを見つけたから私はここを知った。そうだな、私もそう思う。そう思いたくてずっと自分に言い聞かせていた。でも結局ただ他の人からそう言われて安心したかったんだろうな。ああ、ありがとう。Thank you.
して急に。なんで君が。健康祈願はもう必要ない。すまない、そうして欲しくないという意味じゃない。ただあえてする必要はない。終局来たれば憎めどとどみ行く、行けど終わらず思いはやまぬ、天地滅せど永遠になる。そうだ、おそらくこの回廊に刻まれている詩はすべて今日の恋みくじの内容とその詩の続きだ。ここで恋みくじの続きを見つけることができれば運勢を変えるきっかけになるのだろう。分かっただろう。君が私のそばにいる限り健康祈願をする必要はない。自分の分の恋みくじを私と結び、私をこの場所に導いてくれたのは君だ。だから君が私のそばにいる限り私に健康祈願は必要ない。私にとって君は幸運をもたらしてくれる唯一無二の存在だ。これは、その、私たちは仕事のパートナーだから。君がそばにいるなら別に祈願をする必要はない。
もうすぐ出口だ。段差があるかもしれない。気をつけて。一緒に出ようか。そうだな。とても綺麗だ。これも回廊を作った人が私たちに見せたかったものなのだろう。そうか、それはいいことだ。いい心がけだ。その日を楽しみにしている。急にすまない。いや、仕事のことじゃない。君の様子がな、少しだけ気になって。ん？水星逆行？
なるほど、そういうことか。いや、私はあまり信じていない。雲海寺の時は例外なんだ。私はただ、力が及ばない時ほど、諦めが悪いんだ。大丈夫。私は悪運などには負けたりしないさ。たとえ今力が及ばなくても、必ず努力で掴み取ってみせる。君も、仕事で何か困っていたら、私を頼りなさい。仕事以外のことでも、君さえよければだが、相談に乗ろう。週末、雲海寺に行こうか。もう一度。違うさ、占いのためじゃない。君とゆっくり山の景色でも見ようと思ってね。今度は精進料理でも、一緒に試してみようか、昼食に。違う、別に私が行きたいんじゃない。私は、もう十分恵まれている。出会うべき人に、出会えたんだから。その、すまない。少し話が長引いてしまったな。では、また明日。